元乃木坂46の秋元真夏が、13日放送の秋元真夏卒アルラジオ、文化放送、毎週月曜深夜1時0分から1時30分に出演。後輩である乃木坂46の久保詩織に感謝を述べた。秋元真夏、久保詩織に感謝3日に開催されたプロ野球楽天、ロッテ戦で、3度目の始球式を務めた秋元。2022-2023 年と毎年始球式を行っているが、私、本当忘れっぽいので、始球式のルールとかまた全部忘れちゃったと話した。困った秋元が、楽天ファンとして知られる久保に相談したところ、マウンドのここからこうやって、っていうのを教えてくれたと一から丁寧に説明してくれたそう。マウンドすらも曖昧になっていたが、ちゃんと写真とかで解説して送ってくれましたと理解しやすいよう画像付きで説明してくれたことを明かした。久保の親身な対応に、秋元は、本当に優しい後輩で、申し訳ないこんな先輩で、もうね、二度と聞くことがないように LINE をスクショしました。次回また、始球式の機会があったら見たいと思いますと感謝を述べた。秋元真夏、始球式を解雇また、秋元は今回の始球式に向けて事前にストラックアウトで練習していたといい、1回で12球とかだったのかな、それを多分7回ぐらいやったんですよね。もう、肩がおかしくなるくらいやったんですけど、1回も当たらなかったと告白。本番当日も、直前に選手と共に練習したもののその時も、なかなかマウンドからキャッチャーの位置まで届かなかったと話した。一抹の不安を抱えて迎えた本番は、ワンバウンド、という結果になりました、と報告、ノーバウンド、狙ってたけど、なかなかね、マウンドに、行ってみるとより距離が遠く感じて、すごい難しいんだなっていうのを感じました、としみじみと振り返っていた。